日暮らしの声とともに子供の心とその形成期について書いた原稿を読みます。エリクソンの分類法によって従えば、まず乳幼時期、この時期を信頼関係の構築期と言います。0歳から2歳前後よりもやや前ぐらいじゃないかなと私は思っています。基本的信頼関係、幼児の心は段階的に形成されていく、トントンと形成されていくんですね。混然一体となり一時直線的に形成されていくのではない。例えば0歳から2歳頃までの乳幼時期、エリクソンという学者はこの時期を信頼関係の構築期と位置づけている。信頼関係、つまり母子、母と子の間における信頼関係を言う。この信頼関係の構築に失敗すると、いわゆる心の開けない子供になる。さらにひどくなると上位、心ですね、と表情が一致しなくなる。指導する側から見ると何を考えているかわからない子供ということになる。これは子供にとっても不幸なことである。良好な人間関係を結べなくなる。そのためいつも孤独感に苛まれるようになる。そこでその子供は外の世界で友を求める。しかし心が閉じているから外の世界に馴染めない。その分だけ精神疲労を起こしやすい。時に傷つく。それを繰り返す。こうした心の状態をショーペンハウエルという心理学者、哲学者ではありません、心理学者のショーペンハウエルという人はですね、2匹の山嵐という言葉を使って説明した。2匹の山嵐、ある寒い夜、2匹の山嵐は互いにくっついて暖を取ろうとした。がくっつきすぎると互いの針が痛い。離れると寒い。だから2匹の山嵐は一晩中くっついたり離れたりを繰り返した。2匹の犬。私はこのことを2匹の犬を買って知った。1匹は保健所で処分される寸前の犬。これを A 犬とする。人間で言うなら、育児拒否、冷淡、無視、虐待を経験した犬ということになる。もう1匹は蝶の上に蝶がつく愛犬家の家で生まれ育った犬。私の家に着きてからもしばらくは私は自分の布団の中で抱いて寝た。これを B 犬とする。2匹の犬は性格が全く違った。A 犬は誰にも愛想がよく尻尾を振った。そのため番犬にはならなかった。おまけに少しでも目を離すと家の外へ。道路で見つけても叱られるのは怖いのか私からさーっと逃げていった。一方 B 犬は忠誠心が強く、他人が与えた餌には口をつけなかった。私の言いつけもよく守った。もちろん番犬になった。見知らぬ人が庭へ入ると、けたたましく吠えた。A 犬と私の間には最後まで信頼関係は構築できなかった。一方、B 犬と私は最後まで深い信頼関係で結ばれていた。性格。が、それだけでは済まない。心は性格として定着する。私がない分だけ自分を偽る、仮面をかぶる。大人にへつらったり、自分の機嫌を取ったりする。相手の機嫌を取ったりする。大人の前で言いこぶったりする。イプセンの人形の家の主人公を例に挙げるまでもない。ということで、この時期は絶対的なさらけ出しと絶対的な受け入れを大切にする。絶対的というのは疑いを抱かないという意味。つまり子供の側からすれば、どんなことをしても許されるという安心感。母親側からすれば、どんなことをしても許すという包容力。この二つが相まって、初めて母子の間に信頼関係が構築される。が、不幸にして不幸な家庭に育ち、信頼関係の構築に失敗すれば、基本的不信関係となり、生涯にわたってその子供は重い十字架を背負うことになる。親子の絆。親子の絆にしてもそうだ。最近の研究によれば、人間にも刷り込み、インプリンティングと言いますが、に似たようなものがあることが分かってきた。孵化してすぐ二足歩行を始める鳥類は、最初に見たものや聞いたものを親と思い込む。それを刷り込みというが、その時親子の絆は本能に近い部分にまで刷り込まれる。人間の場合、生後0ヶ月から7ヶ月前後までがその時期とされる。この時期を敏感期と呼ぶ学者もいる。この時期における親子の絆づくりがいかに重要かは、この一つをとってもわかる。子供を愛せない母親。その一方で、子供を愛することができないと人知れず悩んでいる母親も多い。東京都精神医学総合研究所の調査でも、自分の子供と気が合わないと感じている母親、7% もいることが分かっている。そしてその大半が子供を虐待していることが分かった。2000年、約有効回答500人だそうです。私が同時期に浜松市で調査したところ、10% という数字が出てきた。程度の差もあるが、兄は愛せないが、妹は愛せるという母親も含めると 10% になる。
また虐待についても約 40% 弱の母親が虐待もしくは虐待に近い行為をしているという。妹子は、食事を与えない、風呂に入れたり、下着を変えたりしないなどの17項目を作成し、それぞれについて全くない0点、時々ある1点、しばしばある2点の3段階で親の回答を求め、虐待度を調べた。その結果、虐待ありが有効回答494人のうち 9% がありだったと。で、虐待傾向が 30%、なしが、虐待なしが 61% であったという。母親だから子供を愛しているはずと決めつけて考えてはいけない。まあね、決めつけて考えますと、そういう母親を大変苦しめることになるんですね。世代連鎖。ついでながら、虐待について一言。子育ては本能ではなく学習である。特に人間のような高度な知能を持った動物ほどそうで、親に育てられたという経験が身に染みていてこそ、今度はその子供が親になった時、自然な形で子育てができるようになる。あるいは親から受けた子育てをそのまま繰り返す。これを世代連鎖という。つまり子育てとは子供を育てることではない。子供に子育ての仕方を見せる。見せるだけでは足りない。染み込ませておく。家族というものはこういうものですよ。夫婦というのはこういうものですよ。親子というのはこういうものですよ。と。それが良い世代連鎖であれば問題はない。がそうでなければそうでない。例えば昔から離婚家庭で生まれた子供は離婚しやすいという。離婚が悪いと書いているのではない。離婚率も今や 35%、平成19年に達している。25万件離婚件数を72万件結婚件数で割ってみた。離婚そのものは、その子供に、子供の心に ほとんど影響を与えない。離婚に至る家庭騒動が影響を与える。どうか誤解のないように。特に世代連鎖しやすいのが虐待ということになる。親が子供を虐待するのは仕方ないとしても、今度はその子供が自分の子供を、つまり孫を虐待するようになる。それを見て、その時親がしまったと気づいても遅い。つまり虐待はしない。心の病気も乳幼児期に。さらに心の病気についても、その種は乳幼児期に作られると説く学者がいる。例えば九州大学の吉田恵子氏は、母子の間の基本的信頼関係の構築に失敗すると、子供は母親から保護される価値のない、自信のない自己像を形成すると説く。さらに、心の病気、例えば慢性的なうつ病、抑うつ感、強迫性障害、不安障害の種になることもあるという、それが成人してからうつ病につながっていく。自己中心性、この時期の幼児の特徴を一言で表現すれば、自己中心性ということになる。物事を自分を中心にして考える。自分の好きなものは他人も好き、自分が嫌いなものは他人も嫌いと。それにさらに進むと、すべての人やものは自分と同じ考え方をしているはずと思い込む。自然の中の花や鳥まで自分の分身と思うこともある。これをピアジェという学者はアニミズムという呼んだ。心理学の世界では、物活論、実念論、人口論という言葉を使って、この時期の子供の心理を説明する。物活論というのは、ありとあらゆるものが生きていると考える心理を言う。風にそよぐカーテン、電気、テレビなど、乳幼児はこうしたものが全て生きていると考える。というより、生物と無生物の区別がつかない。実念論というのは、心の中で願い事を強く念ずれば、全て思い通りになると考える心理を言う。欲しいものがあるときは、こうなってほしいと願うときなど、乳幼児は心の中でそれを念ずることで実現すると考える。というより、心の中の世界と外の世界の区別ができない。そして人口論。人口論というのは、身の回りのありとあらゆるものが親によって作られたと考える心理である。人口論はそれだけ親を絶対視していることを意味する。ある子供は母親に月を指さしながら、あの月様とって唱えたという、そういう感覚は乳幼児の人口論によって説明される。こうした乳幼児の心理は成長とともに修正され、別の考え方によって補正されていく。しかし場合によっては、そうした修正や補正が未発達のまま少年期、あるいは成人期を迎えることがある。幼児期前期。この時期を自立期です。自立の率は行人弁の率です。マシュマロテスト。1960年代にスタンフォード大学で大変興味深いテストがなされた。マシュマロテストというのがそれである。そのテストを同大学のホームページよりそのまま紹介させてもらう。スタンフォード大学の附属幼稚園で4歳児を対象にマシュマロテストと称したテストがなされた。
次の実験が行われた。実験者が4歳児に向かって、ちょっとお使いに行ってくるからね、おじさんが戻ってくるまで待ってくれていたらご褒美にこのマシュマロを2つあげる、でもそれまで待てなかったらここにあるマシュマロ1つだけだよ、その代わり今すぐ食べてもいいけどね、と。約20分、最後まで我慢して、ご褒美をにマシュマロを2個もらった子供とそうでない子供に分かれた。その4歳児を追跡調査した今日ところですね、興味ある結果が出てきた。マシュマロ2つの子供は1つの子供に比較して高校において学業面ではるかに優秀で、社会人になってからも高い社会性を身につけ対人能力も優れ、困難にも適切に対処できる人間になっていた、と。ダニエル・ゴールマンは次長エモーショナル・インテリジェンスの中でこの実験を次ように結んでいる。いわく、明日の利益のために今の欲望を我慢する忍耐力はあらゆる努力の基礎になっている。来たるべき報酬を予期することで現在の満足を得ながら目標に向かって長期にわたって努力し続ける持続力には忍耐を要する。まあ、同サイト。決定的な差。この実験を少し補足する。この実験は1950年代にスタンフォード大学の心理学者ウォルター・ミッシェルが大学校内の付属幼稚園で始めたもので、その後も詳細な追跡調査がなされている。その結果、すぐマシュマロに手を出したグループと我慢して2個受け取ったグループの間で決定的な差が生じたことは先に書いた通りだが、情動を自己規制できたグループは、例えば学業の面でも SAT 大学進学適性検査、アメリカ の,、ね、あの日本でいうセンター試験ですね、でもう一方のグループに200点以上もの大差をつけたというと。忍耐力、よく誤解されるが、この時期の子供にとって忍耐力というのは嫌なことを我慢してする力のことを言う。一日中サッカーをしているからといって忍耐力がある子供ということにならない。好きなことをしているだけである。試しに子供に台所のシンクに溜まった生ゴミを手で始末させてみるとよい。背が届かなければ風呂場の排水溝に溜まった毛玉でもよい。そういった仕事を何のためらいもなくはいと言ってできれば、その子供は素晴らしい子供ということになる。もちろんこのタイプの子供は学業面でも伸びると。というのも、もともと勉強にはある種の苦痛が伴う。その苦痛を乗り越える力が忍耐力ということになる。自立期、エリクソンはこの時期を自立期と呼んだ。実は行人弁です。この時期を通して幼児はしておいこと、してはいけないこと、つまり自分の行動規範を決めると。正義感も強く、ほんの少しでも家の模様替えをしただけで、それを目立つく見つけたりする。この時期をうまく捉え、うまく指導すれば、ものの道理をよくわきまえた子供になる。そうでなければそうでない。マシュマロテストでもわかるように、衝動性をコントロールできなくなる。その時期にね、衝動性がついてしまうと、衝動性がコントロールできなくなるってことですね。ではどうするか。子供の忍耐力を使うためには使う。忍耐力を養うためには使う。家庭の中にある種の緊張感を作り、その緊張感の中に巻き込む。自分がそれをしなければ、家族のみんなが困るという意識を持たせるようにする。親がゴロゴロと寝転んでいて、子供に向かって、おい、新聞を持って来いはない。ついでながら、この日本では、子供に楽をさせること、あるいは楽しませること、イコール、なんて言いますかね、親の、子供への愛であるという誤解している人が多い。あるいは、より高価なプレゼントをすればするほど、親子の絆太くなると誤解している人も多い。しかし誤解は誤解。そんなことを繰り返せば、子供はますますドラ息子、ドラ娘化する。やがて手がつけられなくなる。そこでイギリスではこういう。子供の心をつかみたかったら、釣り竿を買ってやるより一緒に釣りに行け、と。この続きは、次の2番の方に、で話します。背景に聞こえるのは、日暮の本物の声です。いいですね、日暮の声は。ではどうか2番の方もご覧ください。